キチャンネル。ちょっ、こんにちは。さあ今日はセリーグですというところで前半戦終わりましたけども、はい、1位阪神、2位広島、3位 DeNA、 4位巨人、5位ヤクルト、6位中日ということで、阪神と広島1ゲーム差。はい、うわ、しかも怒涛の最後、今永、東、バウアーに3連勝したからな。里崎の予想当たるんちゃう？俺広島優勝したら俺広島中国地域で俺多分神様になる。他の人ほぼ広島優勝予想してないですからね。カープ OB じゃないのにカープ OB、 カープ優勝させてるの俺だけじゃ多分そうだと思います、うん、最近なんか、うん、カープのなんとかとかいっぱい記事出るやん、はい、知ってましたけどみたいな、うん、俺から言わせてればしかもね言ってたじゃん、だから交流戦5割で抜けれれば、はい、チャンスあるって、うん、で結局交流戦5割で抜けれたしな、うん、しかも今西川いないのにね。そうですよね、離脱しましたからね、うん、そう、うん、いい形で、うん、でもまあ田中康介も頑張りながら小園も帰ってきたらな、まあ単体の成績だけは低いけど、うん、いいところで打ったりもするし、うん、坂倉もちょっと、うん、キャッチャー専念して前半ちょっと状態上がってこなかったけど、もうすぐ3割だからね、打つ方も上がってきていくね、これ。お、優勝ありますね。で、言うたから R っつってんじゃん開幕前から R っつって。でそれってやっぱ開幕前に言っててもどうなるかって本当分かんないじゃないですか。いや俺は今年だけは分かってる。本当ですか？ああ、だってヤクルト2位予想してますよね。うん、そうでも今から来るから、怒涛20連勝ぐらいして。ヤクルト来ますか？ここから怒涛20連勝本当ですか？うん、20連勝本当ですか？いや見て、怒涛の20連勝ぐらいしないと2位まで来れないからね、はい、だって今借金が11か、ね、はい、どうぞ20連勝したら貯金9やろ、はい、そしたら2位くらい来るやん。2位くらいいきます。確かにきつい、420連勝はだから、まあ、阪神は、はい、やっぱり俺はノイジー里輝やと思うんだよね、うん、ノイジーと里輝が打ったら強いね、うん、で今近本もおらんしな、うん、近本の離脱も何気に痛いよな。そうですね、うん、私村上投手が結構ちょっと負けてきてる、村上に勝ちがつかなくなってきてるんだよね、うん、だから負け勝ちとかで、ね、だからそこら辺も連敗する要因になってきたんで、うん、でも大竹はまあね安定してるけど、はい、打線の援護なかったりもするし、ちょっとこの終盤後ろがちょっとバタついたな、うん、ね、勝ってる試合っていうところも、うんうん、でも俺結局ノイジー・サトゼルが打ったらもう独走やと思うよ、はい、まあでも安定してるからね全体的には。そうです、ね、一番セ・リーグの中だったら安定してんじゃないの。貯金11、うん、でも打率2割3分6厘だからヤクルトと次いでセ・リーグワーストだね、うん、チーム打率。え、打率そんな良くないんですか？あ、本当だ。でホームランも5位だし、本当だ。ツーベースなんて俺言ったよな、阪神ツーベースをどんどん打ってって言って、うん、でもツーベース最下位。うん、本当だ。三塁打めっちゃ多いですよ。そうだね、やっぱ、うん、宇宙間広いからねあれかな、三塁まで行っちゃうから少ないのかな、ツーベースが。あ、そうかもしれないです。他のチームの倍ぐらい三塁打打ってますよ、うん、で得点圏打率2割6分3厘、うん、ここにだチャンスはものにしてんだよね、はい、エラー47、5位、代打、うん、がおらんな、1割6分2厘あ、一番低い。代打成功率悪い、圧倒的に低い、うん、で防御率 2.79 1位だからね、うん、で先発もだから 2.91 1位、うん、リリーフも 2.52 1位だから、うん、いやピッチャーはすごいね。防御率めっちゃいいですね、うん、うん、まあ、大竹、村上ね、うん、で伊藤松島も最近ちょっと負けたけど伊藤松島もいいしね、はい、うん、青柳が完全復活してくれればな、うん、で阪神ホームラン少ないけど基本塁打も少ないからね、うん、だからここなんだよ、あのやっぱ球場が広いとホームランも打てないけど打たれないんだよ、うん、だから中日も被本塁打41本で、はい、セ・リーグで一番打たれてないんだよ、うん、であのホームランの数は39本で一番少ないんだけど、うん、でも打たれてるのも少ないじゃん、うん、これテラス作ったら、はい、打たれるの増えるから ね、 そうですね、一番最悪が自分たちより打たれる数が増えたら最悪だから、ね、うん、だからソフトバンクもホームラン多いんだけど打たれてるのもパ・リーグ1位だから、ね、はい、ホームランの数、うん、そういったところでもだから阪神あのヤクルトとかもホームランの数ね、うん、1位だけど基本塁打も、あ、巨人が1位か、巨人が95、ヤクルト71で1位、うん、2位だけど
結局ヤクルト81本、被本塁打1位、巨人79本、被本塁打2位だから、はい、結局自分たちもホームラン打つけども、ホームランも打たれちゃうからね、うん、そこら辺の球場の広い狭い問題は、ゴブゴブやと思うね、うん、そうですね、だから狭ければいいっていうわけでもないし、うん、広ければいいっていうわけでもないから、うん、この前で言うと、あの中日のヤクルト戦、はい、2勝1敗で中日が最後勝ったけど、うん、あの時あの石川がホームラン2本打ったりとかしたけども、あのヤクルトが打てなくて中日が打ったから勝ってたけど、うん、だからビーザーが打って勝っちゃうのもあるからね、うん、球場なんかで狭くすりゃいい問題じゃないんだよ ね、 そうですね、結局打たれる数減る、増えるからね。でも中日が結構頑張ってきてんのよ。そうですよ、最後の方結構連勝してましたからね。そうそう、しかもあの代打成功率も、うん、あの宇佐美がトレードできて、はい、で福田が一軍上がってきてから、うん、代打成功率一気に上がってきてるから、うん、この前後藤俊太もね、伊藤正史からセンター前打ったし、うん、いい感じで打撃がね上がってきてるっていうところは魅力だけども、うん、はい、結局ビシエドなのかなって思っちゃうところもあるんだよ。あ、チャンスでめっちゃビシエドもあるよな。ほんとなんかビシエド打ったら勝つ、ビシエド打ったら勝つか、あの石川とか細川の長打みたいな、長打出ない時になんかビシエドに超チャンス回ってるように見えて、うん、結局ビシエドなのかっていうね、うん、ところもあるんだけどね、はい、でもまあピッチャー陣はね、あの大野もいないのに頑張ってるからな。そうですね、先発もね、うん、防御率 2.92 でリリーフもな、うん、ロドリゲス亡命していなくなっちゃったけど、勝野のリリーフ転向もいいしね、で松山も何気によくなってきてるから、うん、だから俺松山が出てきたから山本トレード出したんちゃうかと俺は思ってるんだよね。そこが埋まるからね、うんうん、でマルティネスはね、まだ防御率 0.00 やし、すごいですね、うん、面白みはあるんだけどね、うん、なんせ打線が水物だからやっぱ打撃ばっかりに頼るとね、うん、っていうところもあるからね。でもまあチャンスあるよね、はい、まあ、チャンスあるっていうかちょっと借金が多すぎるっていうところがあるんだけどね、うん、ヤクルトね、金村上さんもホームランを何気に打ってんだけどね、うん、打率だね、うん、あとやっぱ塩見、まあ、並木山崎1、2番頑張ってるけどね、うん、塩見のがいないっていうところと、うん、あと山田もいないからね、はい、だその中でまあよく踏ん張ってるなっていうのはあるけども、うん、ちょっときついねヤクルトは正直、うん、巨人先発やな。でも山崎うん、よりいい感じでなってきてるし、この前の井上も良かったんだよね序盤ね、で横側もでもまあ横はリリーフとか行っちゃったりするからね、で後ろが何気に良くなってきてるからな。これも打たれたけどね、鈴木康平もいて、で高梨で大江ね、あれどうなんバルドナード前打たれたっすけどね、うん、でまあビーディーで大勢帰ってきたら完璧やけどな、あーそこいないな、大勢待ちだね、うん、中川もう一個前いけるしね。でもリリーフも開幕に比べたらね、うん、いい感じになってきてるし、で先発も開幕の時に比べたらいい感じになってきてるしな、うん、今踏ん張りどころだね。なんかこう何かがめっちゃいいっていうのはないけど、なんか踏ん張りどころだね、うん、あとはもう岡本の爆発頼みにかけていくしかないね、うん、あと下位打線弱いよな、もうなんか1から5までで点取らないとみたいな、で下位打線からつながったら強くなるんだけど、で DeNA カープ3連敗痛いな、まさか3連敗するとは思わんかったよな。だって7月5勝8敗1分けだから負け越してるもんね。なるほど、最後 DeNA も阪神にも負けてるから6連敗、あ阪神に2勝1敗か、うん、この1週間1勝5敗か、これちょっときつかったね。だからこういう風になったらきついのよ、パ・リーグも終盤これ DeNA 最後ね A クラスの3チームとやって1勝5敗だから、だからちょっと落ちちゃったなっていうところも。そうですね、貯金5まで減りましたもんね、うん、ゲーム差が3でしょ、まあ、まだ3だからね、うん、全然射程圏内だけど、はい、でもの今永東バウアーいて、うん、で大抜きでしょ、うん、あとガゼルマンとか、うん、浜口は今2軍でしょ、うん、あの石田ね、うん、まあ、リリーフ山崎幸也、あ、ちゃうわ、あの山崎康明守護神降格だからね。なんか森原投手がね、行くの守護神候補ってなってましたよ。伊勢の8回は変えたくないのかな。あどうなんだろうね、そこら辺後ろを後ろに持ってくるとそこ抜けるからね、うん、そこら辺だから守護神降格簡単なんだけど、じゃあ山崎康明どこで投げさすのやもんだあるからね、うん、変に8回とか7回にしてもあれやしな。そこら辺のバランス難しいよな、リリーフ変えるのも。でもまあそんな、あとちょっと外国人選手ちょっと今
ソトも2軍落ちたしね、オースティも今、でもオースティ2軍でバカ落ちしてるらしいけどじゃあ来るんじゃないですか、もうすぐだからそこら辺が、でも上がっても結果で守れなかったら結局代打だけだからね、うん、だからそこら辺どうなんやろっていうね、打線次第だね、うん、こっからは。だからどうやろな、ゲーム差で言えば巨人までやな、このあと15試合から20試合でヤクルトと中日の運命は決まるな、うん、でもヤクルト20連勝するんですよね。うん、する可能性はね、全チームにあるからそうですね、うん、全チームに行く可能性あるから、はい、30連でも今プロ野球記録18連勝だから。ああそうなんですか、18か。さあプロ野球記録の18連勝どこでしょう。これなんかこの間ロッテ惜しい惜しい、うん、惜しいとかあります。ある、惜しい、半分正解だけど惜しい。あ、半分正解、半分ロッテ昔のチーム。あ、そういうこと、ロッテの前身ってこと。おお、70% 近くなってきた。あ、70%? ロッテオリオンズ一緒だから、前身じゃないから。ロッテオリオンズとロッテマリーンズ一緒だから、ロッテじゃん。え、どこですか18連勝。毎日です。あ、そうなんですか、うん、へぇ、いつですか。うん、もう超初期、超初期超初期超初期生まれてない頃ですね。だから18連勝もロッテだし、うん、18連敗もロッテだよ。あー、そうなんですね、うん、へぇ、うん、毎日オリオンズ、はい、さあ、ということで、はい、まあ、本当、ね、あと本当15から20試合で、はい、ヤクルトと、うん、あの中日の運命は決まると思う、はい、中日、広島から、広島 DeNA 巨人、うん、こう決まるね、ここで全部上位でしょ、うん、A クラスでしょ、はい、まあ巨人良いんだけど、うん、こう負け越したらもう一人だけ下がっちゃうから、うん、はい、このね 1,2,3,4,5,6,7,8、うん、8試合、うん、最低でも6勝2敗やな。最低で、うん、最低で5勝3ぐじゃなくて6勝だって貯金2だともう3位までだって 9.5 ゲーム3で、うん、結構あります。3位までね、はい、3位まで本当だ、9.5 あるんだよ。そんな2ぐらいの貯金じゃ2縮めれない可能性あるから、ね、悠長なこと言ってられないですね、うん、下手したらあのあれだからね、だからもうそこらぐらいは欲しいよね。そうですね、うん、巨人、はい、巨人は DeNA、阪神、中日、うん、これはもう負けられないね。 DeNA、阪神、中日、うん、うん、だからもう DeNA、阪神に4勝1敗だね、はい、で中日に2勝1敗、うん、6勝2敗、6勝2敗貯金4つ。これでも多分 A クラスにはまだいけないからね、うん、3.5 ゲーム差あるから、はい、でもそれで乗り切りたいよね、うん、ヤクルト、はい、阪神、広島、DeNA、 お、わー、もう全部1位、わー、これもうあれやな、全勝やな全勝したらありますね、ちょっとね、全勝したら、いや一気にこれチャンス出てくるから、多分巨人にもしかしたら追いつける可能性もあるし、うん、でもそしたら巨人落ちちゃうよ、はい、でもどっかが上がるとどっかが落ちるってことですか、ね、だから上全部落ちてきて下が上がって9回以上面白い、まあ、確かにそうですね、うん、で、ベイサーズ、はい、巨人、中日、ヤクルト、うん、お、ここちょっと B クラスの5位、6位相手だから、うん、こビッグチャンスを捉えて一気に6勝2敗ぐらいでいったら、うん、いいね。まだ3ゲームですからね、首位まで、うん、阪神、うん、ヤクルト、巨人、広島、はい、まあ、阪神はね、五分五分でいけばもう温度じゃない、うん、全然広島に連敗するとね、ちょっと痛いですね。 でも、五分五分でいけば広島に負けてもそんな縮まんないから、まあそっか、うん、まあ広島次第になるけど、五分五分でいって広島も五分五分だったら五分五分だから、ね、うん、はい、だからカタイガースはもう五分五分でいけば、うん、まあ十分だね、はい、でカープ、中日、ヤクルト、これはもうここでしっかりかっつり勝って、あ、でも上に行く可能性あるところですね。でも俺全部いいように言ってるから、はい、どっかが落ちないとダメだからね。いやでも広島これ首位に行くビッグチャンスですね。でも広島が首位に行くためには、うん、あのもし阪神が五分五分だった場合は、はい、広島が 1,2,3,4,5,6,7,8 だから、うん、5勝3敗で行かなきゃいけないから、はい、5勝3敗で行ってカープが五分五分だったら首位になる可能性あるけども、うん、まあ、この中日ヤクルトだからね、そう、5位6位と戦うっていうところで、うん、まあ、チャンスですよね。で先発が栗しか出てないからね、うん、ピッチャーが、うん、だからでも中日も先発出てないよな、オールスター。小笠原、小笠原、あ、そうだ、じゃあもうここホームランダービー出てたの、柳、高橋かな、週末、
そうすね、な柳高橋で来て森下大瀬良かな、うん、森下大瀬良や広島は、うん、で次の阪神戦もな行きたいから森下大瀬良や打ち合いやな、うん、ここはまあどうなるかだね、うん、でもまあまあちょっと分かんないね広島の方は、うん、あじゃ あ, あのセ・リーグの方はねゲーム差ギュッと縮まってるからね、はい、うんそこまで大きく開いてないですからね、うん、でもヤクルト中日は本当あと15試合から20試合ぐらいで今年の運命決まる、はい、巨人もそうだねちょっともう大きく負け越して離れちゃうと、うん、今 3.5 だからね、うんまあ、5ゲーム差以上には離されたくないからね、うん、もう4位で5ゲーム差までだねチャンス出てくるのは5も縮めるの相当しんどいですからねだって1ヶ月で 2ゲーム縮めるのかって言われてるから、ねうん、正直どこかが大型連敗してくれなかったらね、うん、まあでもまあどうなるかだね、はい、え俺の言う俺はセリーグは広島ヤクルト阪神 DeNA 巨人中日なのよはいで赤間さんなんだ私は阪神ヤクルト DeNA ジャイアンツ中日広島お俺今1個当たった1個、うん、俺1個当たってる中日私 DeNA 巨人当たってるあれ DeNA と巨人私反対だったかな当てってるあじゃあ私今3位4位あ1 3 4 1 3 4当たってるおーいいねー俺も最下位当ててるそうですねでも広島がここまで上行くと思ってなかったからヤクルトと私広島入れ替えたら多分ほぼ当たるぐらいだ広島行くと思ってたって俺と先生が力説してたやんなあそうっすよ先生も一要素広島だから、ね、そうですあれそうだっけ、はい、YouTube のスタッフで多分僕しか予想してないですうんいや誰もそもそも YouTube のスタッフ誰が予想してんの誰と競い合ってんの他のチームと、うん、でもやっぱ他の解説者の方も広島をこう会にする人ってすごい多かったわけですよ見ないです、まあ、その知らんかったから、ね、広島のこと去年から分析してきてるから、ね、でもヤクルト上位予想してるじゃないですかそうだよ、うんうん、だから俺が悪いわけじゃなくてヤクルトの選手たちが悪いなそういうこと、うん、ちゃんと戦えば俺の順位通りになるんだよ、はい、でもちゃんと戦えないってことはやっぱ選手たちの頑張りが足りないってことはいなほんまそうそう、うんうん、まあまあまあもう全部そうですよえみんなその期待値で予想してるわけですからうん、うんもうその上位に予想したところがいかなかったらもう選手の頑張りが足りなかったってもうみんな言えますからねこれを口に出して言えるかどうかが勝負みんな言えないからみんな言わないですからねこれだからみんな言えないよ言ってみてプロ野球ニュースで言ってみてそれちょっと言ってくださいよちょっと言えるやつは俺しかいないよ、うん、言えるとしたら、はい、俺か、はい、もし俺がいたら谷重さんはいああそう谷重さん言いそうですね、うん、俺がいたらね、はいうん、相乗効果で一緒に、ね、あ日刊とかで一緒に言ってるから、うん、あと江本さんはい、あ、言いそう、うん矢田さんとかもいそうですよね矢田さんは何気に優しいからなそうですか、うん、あ平松さんか平松さんはあるかもしれない、うん、だこの4人は言えるかもしれない、うん、でも一人で言えるかどうかはなさよ俺がったら呼び水になって、はい、ですよねっつってまあまあまあでもまだは、はい、まだねはいまだあるからね、うん、まあここからどうなるのかね。まだ3分の1ぐらいね。そう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 、はい、ね、皆さんプロ野球楽しんでいきましょう。はい。